のグランシルク直線コースへと入りました。さあマルタサーポジー先頭、リードは2馬身、2番手にボンセルビーズですが、グランシルクが伸びてきて一気に捉える。2脚を追加、それましてダノンリバティが3番手から2番手、追ってくる3番のガリバルディ、抜けた6番グランシルク、2番手争いはダノンリバティと3番ガリバルディ、先頭6番グランシルク、ゴールイン。